い、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。バイナリーオプション世界スペシャリスト社の半間陽先生です。今回は、バイナリーオプションの、ね、携帯電話から、30秒、一番短いのですね、選びまして投資で勝つ方法ですね。私はどこ行ってもね、世界中行っても携帯電話1台あれば、気軽に稼げるということをね、ちょっと紹介とですね、投資方法をね、直感でね、コンピューターも何も分析しないで自分の頭で投資するわけですね。直感でね、でそういう方法ですね。私のは4台のパソコンでね、分析もしておりますけれども、携帯電話ですね、5台目のパソコン、これはこちらは Windows 10ですね。であとこちらはね、また普通のパソコンですね。でこちらで、投資してるんだけども、まずね、1時間を、まあ、今ほとんど買ってますけど、1万1600円買ってますけどね、負けたのは2回ぐらいですかね。でね、必ずね、必ず、ファイナルオプションで30秒短いので、取引、一番短いので取引するときはですね、一つの通貨で専念すること、選んでね、どれか通貨専念すること、それでその通貨の特性をよく知ってね、初めデモでも投資してね、開始するということですね。それで 100% 勝てる自信のある時しか上か下か絶対買わないということですね。これも絶対勝てるなと思うようなところだけ全部見るわけですね。それで1時間ぐらいは一つの通貨で徹底して他の通貨見ないで特性を調べると、ね、デモでもやってね、で本当に稼げるか特性を調べるというですね。ただね、バイナリーオプションの場合は30秒の場合、特性がね、30分ぐらいですぐ変わってしまいます、その通貨ごとでね。ですから要注意してください。30秒ぐらいで変わっちゃいます。で多く流れるようになっちゃうともうおしまいですからね。売ったらすぐね、逆張りで戻れるような時期、これはね、夜中がいいんです。0時過ぎてからね、5時ぐらいですかの間が一番いいですね。であとガチャガチャね、四角く上がったり下がったりしてるのが非常に効率がいいですね。いいですね、これは非常にチャンスです。これ夜中の5時ぐらいによくありますね、通学。四角いような感じでね、グラフとかのチャートが動いてるという、ね。これはそれよりか下がるか上がるかなんですね。でまずそれが分かりやすいということですね。で、下がってたら上がりやすいということでね。で、とにかくすぐ打たない。ね、100% 勝てると自信があるのに5分とか10分ぐらい見てます、ね、で このチャンスだなということでね、上に上がんないけども上ちょっと上がったら下がって落ちてる、ね、それがね、またいいとこでね。であとね、私はバイナリーオプションスペシャリストで真似をしないということは大事です。というのはね、私は東京大学の将棋部のキャプテンを若い時やったことありますね。東大のね、将棋の師匠やったことあるんですね。ね、で当然家ではこのおじもじいさんも2人とも東大卒業してるわけですね。おじも東大ね。
で私はね19歳で神奈川県、神奈川県ね、日本将棋連盟厚木支部で、将棋の名人を取ってます。19歳でね、で県の新聞にも載ったことありますね。それから町田労働組合で二十歳の時ですね、大の時に労働組合で、チャンピオンを取ったことがありますね。ね。で、そういうことで、ちょっと特殊なんで、同じようには稼げません。皆様はね。同じようには稼げませんから、ね。バイナリーオプション、世界スペシャリストなんでね。これだけちょっと注意してください。同じにやって、そんな簡単に稼げません。ね。ね。東大の将棋部のキャプテンをやった経歴がある、ね、販売員先生よ ね、日本将棋連盟厚木支部において将棋名人も取ってる。19歳でね。で20歳25歳ぐらいの時に松下労働組合の将棋のチャンピオンも取ってますね。労働組合のチャンピオンね、25歳ぐらいだったんですね。26歳ぐらいかな、27歳かな、失礼、ですね。ということで、まあ言うことはこうやってるということは聞いといていいけど、真似しないように、絶対無理です。そう、チャンピオンの経歴があるんで同じように真似したって絶対無理です。各自のやりやすい方法でねやっていただくということだけどもね、上級者のやり方を一応は知っといてくださいと。勘というか自分のねそのタッチだけでね稼げるというですね、これをねよく知っていただきたいんですよね。そんなことでね、こういうコンピューターで分析する方法もありますけどね、ということで携帯